庭とか学校とか会社を訪問して、はい、当時会長は営業マンとして、そうそう、何というふうに言ってたんですか。第一タクシーですが、はい、どうぞ一度うちのタクシーを使っていただけませんかと、そういうことですよ。なるほど。そしたら、いや、うちはどこどこ使っとるからもういいですって、全部断られた。まあそうおっしゃらずに、とにかく1台でもいいか使ってみてくださいって、はい、必ずお気に召しますからということで申し上げたんですよ、はいはい、そしたら、ああそうかという人がまずおらなかった。はい、第一タクシー、はい、そんなのどこにあるんですかって、はい、新しい子が出てきた会社ですからね。知らない、うん、知らない、うん、はい、それで随分ね、まあ、お客様から、まあ、そのお叱りじゃないけど侮辱されるような言葉を受けたことがありますよ、はいはいはい、うちのお客様大事だが、はい、お宅がその事故があったとか弁償しきるかとかでね、いやもうそんなも絶対いたしますとか言ってね、そして何回も何回も言ってね、はい、一番多いところ11回行きましたよ。11回、うん、どういうところですか。個人の病院、病院、それから学校、学校、それでようやく窓口を開いていただいて使ってみたら、ああなるほど、やっぱりいい会社ね、うん、黒瀬さんが言うだけあって、ああ素晴らしい会社、うん、今と全然違うと、なるほど、いうことでどん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 輪が広がっていった。実際その呼んで来たタクシーが他社とどう違っていたんですか。例えばね、はい、呼ばれていくでしょ、はい、まず帽子を脱いでお客さんに車が参りましたということを告げる、はい、それでお客さんが来た時にドア開けて待っとる、はい、それでお客さんに乗りましたらご挨拶してこんばんはとか、はい、おはようございます、はい、それでいつもお世話になりましょうって、はい、車の、はい、どちら参りましょうかって聞くね、はい、そういうことから全部教えたことを運転手が忠実に実行していった。なるほど。だからお客さんとしてはね、はい、ハイヤーみたいなものでね、本当に次回のみたいなね、非常に喜ぶ。で降りるときは、ね、お疲れ様でしたって言えと、はい、駅に行ったときはね、はい、行っていらっしゃると言えて。なるほど。これも人間の通常ね、サービス産業の、ね、基本ですよ。ただのありがとうございましただけなくて、ね、お疲れ様でしたとか、そうそうそう、行ってらっしゃいませとか、そうですそうです、言葉を変えて、そうです、それで相手にね伝える人間関係がね、はい、それでそれが大事がの評価があるんだと。なるほど。よく同じ使うのは大事を使おうとかなった、はい、鹿児島でもね、私が行った時はね、はい、そのまあ鹿児島閉鎖的なところですからね、はい、昔は、はい、もうマスコミがそのとこ大騒ぎしたんですよ。外資が入ったって、外資で、外資が組合も強かったんですよ、はい、私行ってうちが半年ぐらいに組合がなくなるし、ほう、そして今度は1年以内にね、はい、あそこのマスコミ関係テレビ局からね、新聞社から、はい、全部うちのタクシーを使われたんです。はあ、何があったんですか。結局第一はもう信用のおけるサービスがいい、安全だと、そしていつでも間に合う、感じがいい、はい、いろんなことでね、あの極端なこと、あるタクシー会社のが、あるテレビ会社の株主だったんで、はい、そこまで全部うちの方に関わってしまった。それで地域のナンバーワンの売り上げ上がったんです。組合がなくなったっていうのは何でですか。組合がね、なくなったことは、組合と話をしていきますと、はい、何でも今やと違ってね、押し付けをしないと、会社が一緒にやろうやというね、はいはい、こういう呼びかけですよ。なるほど。みんなの会社だってね、だからみんなが一緒にやろうやって、はい、で利益上がったものはみんなで一つね、はい、あのその配分するからって、なるほど、やってみようやと、はい、まずやってみようじゃないかという呼びかけ、はい、悪かったらいつも改めると、うんうん、勤務もそうですよ。勤務あれでもね、勤務このこういう気分をさあ、何でご存じるから、ね、いっぺんやってみようと、うん、で3ヶ月やってみてダメだったら元に戻すから、はいはい、まずやってみようと、そしてまずやってみる、ことはよかった、うん、でしょう、うん、3ヶ月して聞いてみたら、はい、あれよかった、これ変えた方がよかった、そうでしょうって、はい、それはよかったから、お互いここで行こうやと、はい、いうことで、初めから命令しませんよ、どうせやってみようやとか、はい、こうしようやと、はい、相談持ってくるの。今でもそうですよ。最近どんどん大阪から
あの滋賀から、はい、神戸から今 M&A しておりますけど、はい、これはもうここから言うていくんですよね、はい、組合がありますよ、はい、組合があってもね、組合はそうなのかね、もう3ヶ月か半年で何もなくなるよ、はあ、もう今までと違うって本当にね、この血の通った労使関係だということでね、血の通った労使関係、はあ、そうです。なるほど。今この第一交通産業本社にもその労働組合というのはないんですか？ありません。ないんですか？ない、はあ、これほど大きい会社なのに。そうです。1万5000人いるのに、はい、はい、